ちょっと一本下に大きく外れちゃったんですけども、まあ、それ以外は大体こんな感じで、これ結構静かなんですよ。なんで静かかっていうと、まだ枯れてないんで、枯れた音がしないで、これがなんていうかな、湿ってるんですよね、まだ。多分、丸太を切ったばっかりなんでしょうね。4点距離からですけど、割と刺さった時に今のところ静かですね、音が。ちょっと大きな的なのに外しちゃいましたけども、距離4件ですね。まだ湿ってるんで、こう刺さって抜くとジュッとこうなんていうか水分が出るんですよね、木から。で多分切り落とした木をまだ切って間もないんでしょうね。中から水が出るってことは。ですね、まず旧式の Mumyou-ryu のですね、古い方の方法で6件距離から、投げます。古いやり方ですね。まあ、打鍵フォームを見ていてください。
これがですね、旧式のガチャンフォームですね。ちょっと1本下に落ちちゃいましたけど、ここですね。6件距離から一応あの的に5本ですね。どのぐらいなんだろう、40センチぐらいあるかな。ですね、新しい方のフォームで6件距離です。ちょっと支柱で2本ミスしてるんですけども、ただね、縦の揃い方がこっちの方がいいんですよね、新しい方の。ちょっと見てください。上下にはぶれてるんですけども、縦方向綺麗ですね。だから新しい方法の方がまあコントロールはいいっていう感じですね。